ビデオダイアリージャネアリー・ザ・フィッド・ツイートゥイヴィトゥンバイ・ヒロシ・ハメメッツ・シティ・ジャパンビデオ日誌2021年1月5日林宏ですおはようございます勝ち戦負け戦という言葉があります勝っている時はですねつまりは戦いも楽 ということとになるわけですねところがどこかで歯車が逆回転してですね負け戦になると途端に苦しくなりますよね、まあ、そういったことは私たち人生の中でねあちこちで経験することではないでしょうかつまり何事も,でも何事もですね能動的つまり攻撃的に生きている間はそれなりに気分も 軽いということとですねところが、反対に受動的になると、ですね途端に苦しくなるということですね。例えば、生活の場でですね余ったお金を貯金していくんだというふうに、能動的に貯蓄しているときというのは、気分もまあどうということはないんですけども、まあ、その負担感がないんですよねところが借金に追われてね。 今月までにいくらいくら用意しないと大変だなんてね、考えていると、途端に苦しくなるわけですよね。まあ、それは、あの、人生の中で足腰で経験するわけですけども、では、まあね、また、じじ臭い話になって恐縮なんですけども、晩年はどうかということですよね。はい。で、いろいろ考えるんですけども、この老後という、まあ、時代、皆さんも今すでに老後を送っていらっしゃる方も多いと思いますし、 老後の入り口、あるいはこれから老後も考えなくちゃいけないなという人も多いと思いますけども、老後というのは常に前向きに、能動的に生きていくということですね。まあ、それしかないですね。まあ、それをあまり強く言いますとね、まあ、つまり、林博は、なんて言いますかね、脅迫、脅迫というのはあの、脅かす脅迫じゃなくてね、追い詰められる脅迫という漢字を書くわけですけども、 脅迫観念の塊みたいだとうう、ね、思われるかもしれませんけども、その脅迫とは違うんですよね、どこが違うかというと、ですねえ、つまり脅迫観念を持つということは、ですね、その先に、まあ、不安感、心配感、心配感ですね、あるいは、まあ、いろいろあるわけですけども、そういうものに、まあ、恐怖感を覚えて、ですね、その追い立てられるように生きていく生き方を、まあ、脅迫観念を持って生きるということに、 なるのではないでしょうか。それとは違うんですよね。つまりまあ、老後になるとですね。時間っていうものが本当に愛おしくなるわけですよね。で今私はですね。ちょっと話し逸れますけども、そのランニングマシンのちょうど立ってま走る位置からですね。ま、真正面に見えるうちにカレンダーを今おい。あの貼ってあるわけです。壁にね。カレンダーを貼ってあるわけですけども。今日はね。もう1月5日ですからね。 ついこの前の瞬間、1月1日でね、明けましておめでとう,おめでとうなんて言ってね、まあ挨拶していたのが、私がですね、もう今日1月5日になっているわけですよね。で、その時に、私はこういうふうに考えるんですよね。その、まあ、要するに、まあ、例えばね、マラソンに例えるならばですね、私は走っている、立ったか立ったか走っているわけですよね。でところが後から誰かが追いかけてきたと。 そして、だん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 接近してきたと。もう少しで追い抜かれそうになる。というような、まあ、その緊張感なんですよね。どういうことかというとですね、あの時間がですね過ぎていくということがですね、まあ、つまりは負の緊張感を生み出しているということなんですよね。まあ、要するに、その時間がですね、とってことってこ、とっとこ私を追いかけてくる。そして私を追い抜こうとしているというような感じになるわけですよね。で、あって間に、 いつかも終わるんだな、今日も終わるんだな、これじゃいけないという形で、まあ、私は歯を食いしばって、また前を向いて走り始めるわけですよね。そういう緊張感なんですよね。ですから、時間に追い立てられるというような脅迫観念ではなくて、ですねつまりは時間なんかに負けてたまるかってう感じでね時間を背中に見ながら、そして自分はその時間の前を走っていくというような、つまりはまあ攻撃的な 能動性とということになるわけですよねですから、それを見方によっては、林宏は脅迫関連の塊みたいだというふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それはないとは言わないんですよね、それをおしなべて,全てのすべからくすべてのまあその老人たちが、ですね少しは、あるいは程度の差あるかもしれませんけれども、感じている脅迫関連かもしれませんよね、それはあるんですよ。まあ まあ例えばね、今の命というものもどん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 短くなっていくし、それから周りの人もね、ポツ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 なくなっていく、つまり私がですね理解、私を理解してくれる人もなくなっていくし、同時に私がこの人なら私を理解してほしいなと思う人もなくなっていくわけですよね。 そういう人が、まあ、ポ,ツポ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 ツと出てくるとですね自分としては焦らざるを得なくなるわけですよね。まあ、それがまあ脅迫観念ということになっていくわけですけどもそれはありますよね。と同時に時間というのはですね本当に賞味使える賞味使える時間というのは少ないんですよね。まあ、例えばですねあー魚1匹に例えて言うならばですね まあ魚を食べるときにはですね本当にこう、ね、腹,腹の上とか背中の,、ね、あの肉の部分だけで腹はもう生ごみとして捨てる頭もポンと切って捨てる尻尾の方もポンと切って捨てるそして、その中から骨を抜いてですね魚を刺身にするというような場合、まあ、私はしませんけどもね刺身になるような場合にはそうしたその食べられる部分というのは本当に少ないんですよねそれと同同じじように同じ時間があってもですね。 自分が例えば、きいう一日という時間を見ても、ですね、まあ、いろんなまあ雑用、日々雑多な、ね、ルーティンのワークがありますからね、そういったものを一方でこなしながら、まあ、いろいろあって、そしてまあいろいろなことをしながら、本当に自分で使える時間というのは、まあ、マグロの刺身のようなものでしてね、本当にある部分、特定の部分だけなんですよね。 その刺身を作る、魚を作る、刺身を作るという部分が要するに難しいわけですよね、そしてかろうじてその刺身的な時間を自分のものにすることができるんですけども、それは全体として見ると一部なんですよね、ですからその一部の時間をですねどう有効に、まあ、有意義に無駄なく使っていくかということは、これは当然考えるわけですよね、これはまあ1日のサイクルでそれが起きるわけですけども、まあ、今週、来月。 今年というような考え方で考えますと、さらにこう難しくなってくるわけですよね、一体どう、まあ、例えばね、この,この1年間、無事に過ごせればいいですけれども、事故や、ね、災難性から病気などもありますしね。 まあ、いろんなトラブルもありますし、とい,うことでいろいろ考えていくと、本当にこう自分の使える時間に、に日に日に月、あるいは1年というのは限られてくる、その限られた時間の中で自分がどういうふうに生きていくかということを考えていくとです、ね、これはもう無駄にできないんですよね。無駄にできないということが、要するに、まあ、先ほど言いました、脅迫観念につながっていくのかなという,ふうに考えますけれども、要するに、 まあ例えばに、ね、今日も5日になりましたけれどももう5日になったのという部分でまあ 焦らざるを得ないわけです、ね、ですからまあ老人はおしなべてその脅迫観念というのを持っているわけですけどもねでその時にまあ能動的に生きて,生きていく人あるいはまあ諦めてしまって受動的に生きていく人というのもいるわけですけども、まあ、実際そに受動的にならざるを得ない部分もあるんですけどもね体力知力気力全部が落ち,落ちてきますからねですからまあ財力も落ちましてねですからまあ要するにまあ受動的に生きざるを得ないところもできてくるこれも仕方ないにしてもですよそれでも歯を食いしばって ってこっち来負けるかって感じでね、まあ、土俵の隅に、まあ、私なんかそうですけども追いやられているわけですけども踏ん張って踏ん張って生きていくっていうような生き様の中でねいわゆるまあ誰しもなんて言いますかそういう頑張るという部分で、まあ、その頑張らざるを得ないわけですけどもね諦めたらおしまいよなんてねそしてまあ頑張るわけですけどもそういう意味での脅迫観念というのはやっぱりあるでしょうね。 なないいいい人はいないと思まますす私もありますしかし、程よい、まあ、脅迫関連ですよね、つまり善玉ストレスということになるわけですけども、それはある意味で必要な。 かもしれませんね全くストレスのないまあね永遠の命を与えられてどうのこうのというようなまあ人生命の考え方っていうのはこれでもうできませんからねですからまあそのある程度のストレスが善玉となって自分に緊張感をもたらしてですねそれがバネとなって自分を前に引っ張っていってくれるあれを押し出してくれるということになるのではないでしょうかというのが私の考え方なんですよね。 能動的に生きていくつまり、その能動的に生きていくことすべてがですね、脅迫関連に基づくものではなくてですね、それはあるでしょう、ないとは言わない、ありますよ、それは。皆さんだって、若くたってありますよね、それはある私はありましたからね、ですから、まあその早年期もね、ありました。 それももっとね、中学生、高校生なんかもそういう考え方を持っているんでしょうけどもね、まあ、例えば、そのねあ学校でね、まあ、その昔はですね遅れるという嫌な言葉を使いましたけども、学校に遅れるとね、まあ、人生のスタートラインでまあ遅れるんだ、遅れるって何を思って遅れるのかなって、今の人て思うとそう考えますけどもね、何もない、絶対ないんですよ、遅れるということはないんですけども、要するに昔はそういう考え方をして、まあ、いわゆるその遅れない人生ということをまあ考えたわけですけどもね。 しかし、それはあります、そういった脅迫観念はね、そして、まあ、青年期、早年期と過ごしていくわけですけども、やっぱりどこかにこう追い立てられるようなね、あのまあ、どこかに、まあ、あったわけですね、それもある意味で、ある意味で善玉ストレスということになるわけですけどもね、まああの、悪玉ストレスは怖いですけどもね、まあ、善玉ストレスというのが、要するに緊張感、その緊張感が人生に針をもたらすということですね、まあ、子育てを掃除してみればですね、まあ、いわゆる善玉ストレス。 的な部分が強いですね、まあ、要するに何とかして子供を育てなければならないという思いがですね自分を駆り立てて仕事に向かわせる、頑張らせるというところにも結びついていきますからね、まあ、それはそれなんですけども、ともかくもそ,のそうした緊張感というのがあるわけですよね。そして今になるわけですけども、その自分がですね まあ先ほどもそうだったんですけども、そのランニングマシンの上で走りながら、ですねそのカレンダーをじーっと見つめて走るわけですけどもね、そうしますと、今日はもう1月5日か早いなぁなんて思ったとたんにこうなってますかね、ね今日はこのね、与えられた時間、せっかく今ね、ここ,こ、お、ま、そ、あ、らく夕方まで、3、4時まで、日は時は自分の時間がありますから、あのまだ午前中ですからね、あの頑張れると思いますけども、その3、4時間の時間が十分、その魚で言えばね、刺身の部分が ありますからね、その部分をどうやって生かしていくか無駄にしないように生きていくかつまりは生きるということではなくてつまりあのこの時間をどう生きる。 といいう,うに考えていくわけですよね。つまり時間の使い方というものを、まあ、考えるわけですね。で、まあ、3時間あれば新しい謎も1本や2本の謎解きの、ね、動画も1本や2本できるのかななんて、ね、期待したり、あるいはどうするのかなねって一生懸命考えているわけですけども、まあ、いっぱい、ね、謎はあるんですよ。ま、ず今、ね、ありがたいことに、全世界の方からです、ね、本当に全世界なんですよ。こんな 私の国にはこんなのがある、あなたはこんなの知ってるかって,言ってね情報がまあ日々に届きますからね、でそれをまあ見ながら、そのまあ、まあ、ね絵で分けて、これは面白そうだなっていうのに飛びついていくわけですけどもね、そういうふうにこう時間を使っていくわけですけども、それは決して追い立てられてね、いやいややっている。あれは その先に恐怖があって、ですね恐怖に推し進められてやっていく、そういう、まあ、なんて言いますか、脅迫関連ではなくてえ、つまりは能動的にね、攻撃的に生きていくということですね、そして願わくばですよ、今日1一日終わったときにね、ああ、今日はこれで一日終わったんだ、やって終わったんだっていうような思いで、満足感で終わりたいなと思いますけど、そんな日々は全く,全くないですね。 あのまあ、全くないに近いほどないですね、全くないわけでもないんですけど、時々んああ、今日は頑張ったなっていうの思いがありますけどもね、しかしそれはどういうときかというと、ですね、まあ、例えばですよ、風邪ひいて頭が痛くてね、熱もあったけども、やるべきことをやったんだ、運動も4回やったんだ、滑痕等を飲みながらね、頑張ったんだっていう,うな感じでその、やるべきことをやったんだというときは、やっぱり今日は頑張ったなという思いがありますけどもね。 それはまあ今度は1ヶ月単位でどうなるのか、1年単位でどうなるのかとなるわけですけれども、その先にまた一つあるんですよね。それが一生単位ということになるわけです。ですから今、私はこういうふうに能動的に前向きに頑張っていますけれども、結局目指すところはどこにあるかというと、ですねまあいつかね私もあの良いことがありますし、私の周りの人たちもあの良いこともあると思いますけれども、ありますよね、当然ね、ありますけれども、そういう時にねその私に関して言うならばですね、つまりは、 つまりは、ですよああ、これでやっと死ねるんだというような安堵感ですよね、それがあれば私はまあ嬉しいと言いますか、ハッピーと言いますかね、それが私の目指すべき人生のゴールかななんてね、時々思いますけども、まあ、そうなればいいですけどもね、そうではないから、人生というのは生き,生きるのもつらいですからね、はい、生きていくこともそのものがまあ苦痛の連続ですからね。ですからまあ、はい そういうふうにいくかどうか分かりませんけれども、まあ、そういうことがなれば、そういうふうになればいいなと思いますけれども、そのためにね、そのために現在、今、この瞬間をですね、無駄なく生きていくんだという思いへとつなげていくわけですよね。それははある意味で、まあ、脅迫観念とは別の、 能動的ななな人生とといいうことになるのではないではしょうかまあ、能動的な人生っていうのは分かりにくいかもしれませんけれども、逆にね、受動的な、パシフな人生っていうものをですね、まあ、まあ見るとですね、まあ、そのように生きていらっしゃる方も実は多いんですよね。まあ、私の周りでも、私の年齢の人たち、あるいは若い人でもそういう人は多いですね。しかし、そういう人を見ることによって、その反射的なその映像としてですね、そのにまあ、 能動的な人生というものが浮かび上がってくるということになるのではないでしょうかね。で、願うかはそういうふうにいきたいなというふうに考えているわけですけどもね。で、最,最初の話に戻りますけども、私はマラソンをしたった一人でね、野原を一人で立ったか立ったか立ったか走ってるんですよね。そのある意味で大変孤独な世界ですけどもね、立ったか立ったか立ったか走ってるんですよね。そうすると、その後から追いかけてくる人がいるわけです。それが 時間ということになるわけですよね、過ぎていく時間さんがですね、後ろから立ったかたったか立ったか追いかけてくるわけですよ、でそれを後ろ横目で見ながらね、まあ、振り向きながらパッパっと見ながら、また来やがったな、あいつ、どんどん私を追いかけてきたなって感じでね、それで私はその、何て言いますか、負けてなるものかって感じでね、またた、えー、ったかたったか立ったか走るわけですね。 でね、私、今日は面白いんですね。それを、ね、ふと感じたときに、ね、いつもは、ね、時速、ね、5キロ、最近は遅くしまして、ね、時速5キロで、まあ、ランニングマシンの上で早足しているわけです。まあ、実際にあの私のランニングマシンの,あの速度計っていうのは全くいい感じですからね、他のマシンで走るときには6キロぐらいの走りは速さかなと思ったりしますからね、まあ、ともかくもメーターの上で、まあ、今のところの、まあ、の5キロで走っているんですけどもね、毎時ねでそれ、それを感じたときに、ね、ちくしょうって感じでね、 0.2上げましてね、5.2にしました。まあ、それが私のやり方なんですよね。そして、市区ね後ろからあいつ、追いかけていなかったな、時間目なんて感じでね、よし。

時間差をですね、過ぎていく時間差をですね、そのを振り切っていくということにつなげていくわけですけどもね、それがある意味で能動的な生き方ということになるのかななんてね、自分で考えましたけどもね、それは比喩的にね、メタファー的にそ,のそういうふうに考えるわけですけどもね、要するに、まあ、過ぎていく時間差なんてものはないわけですけども、何かしらね、過ぎていく時間差をですね、今日もう1月ついて5日かなんて思った途端に、後ろからね、その過ぎていく時間差が追いかけてくるような、 まあ感じを持ったもんですからねそれで5 2キロにして走ったというわけですで、まあ、よく言われますようにあのーまあ、3日前もそれ批評しましたけども老人になったら人生はコンパクトに生きていくんだ着るものを切って、まあ、身の回りを整理して小さく生きていくことが、まあ、いい生き方なんだとそして 今まで生きてきた人生を継続的にそのつながりの中で生きていくことが大切なんですよっていうようなね、解き方をしている,いらっしゃる方もいらっしゃるみたいですね。私、その方の本は読んでませんけれども、新聞のね、広告欄を見るそういう方が書いてあるもんですから、えなんだ、バカなことがあるかなんてね、私は思いましたけどもね。 そんなことは人生じゃないよって、老人だって、自分の人生は人生だよって感じでね、そういうふうに見る老人感っていうのは、やっぱり若い人じゃないかと思いますね。まあ、若い人はどうしてもね、想像で老自分の老後を組み立てていきますからね、その中から生まれてくる老人観老人論ということになってくるわけですけどもね、以前私ね、あのー、今から15、6年前だったかな。 あの20年になってないんですけど、もね私の住んでいるこの浜松市で、ですねいわゆるまあそのこういうキャンペーンを始めたんですね、市が、市役所が。どういうキャンペーンかというと、ですねいわゆるね、正確には覚えてませんけども、いわゆる老人パワーを有効にまあその活用すると、老人パワーというものを あそのねそれぞれの老人の方はそれぞれのキャリアと経験と生き字と能力を持っているからそういったその力というものをですね社会に還元させて反映させていくんだというような運動ですよね、それでまあ市の広報の中にですね老人パワーを有用に活用するというようなことが書いてあってですねそしてその老人にはいろんな形で社会で仕事をしてもらうんだと。そそしてその 例、まあ、えばね、まあ、シルバーさんとかいろいろありますでしょ、今でもね。そういうのにどん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 組み入れていって、老人パワーを使っていくんだっていうのことをですね、市がキャンペーンとしてやり始めたんですね。それ見たときには私は久々に大敵としましたよ。はい。何を抜かすか、この野郎って感じでね。はい。怒りましたね。はあ,あ。それは30代、40代の市役所の役人どもが、 ね、勝手に老人を作り上げて、老人像を作り上げて、老後はね、孫の巣跡にはいじりだけさせときゃ、老人っていうのは幸せなはずなんだ、みんなにね、ただ働きでもしてもらって、ボランティアで働いてもらって、そして役に立てば、それで老人っていうのはハッピーに感じるんだ、なんてね、そういう思い上がった考え方で老人像を作ってです、ね、その中に自分の考える老人像の中に私たち老人を組み込もうとしてる。何を抜かすかすすこの野郎って感じですよ だから、ガンガンエッ書いて、ガンガン市役所に送ってやりましたよ。私たちが求めているのは生きがいなんだと、生きがいということはあなた方とは借りはしないんだと、老人を甘く見るなバカにするなって言って、怒ったのが15、六6年前ですね。それがその後ね、その後なんていうか老人を有効利用しようなんて、ね、まるで物かね、廃棄物のように考えるような、まあ、その考え方は引っ込みましたけどもね。しかし、私は許しませんでしたね。 というのが私の老人感なんですよ。いいですか、皆さん。ここは重要ですよ。頭蓋骨の中から見る世界、頭蓋骨の中で考える世界、それはですね、皆さんの若い人と何も変わらないんですよ。今の私にとっては、ですねや、やっぱり青い空は青い、おいしい空気はおいしい、緑は綺麗、美しい、花は美しい。はい、肌に感じる冷たい風は冷たい。 そか風はそか風生きる喜びも悲しみも喜怒哀楽も何にも変わらないただ自分の顔をね鏡に映してみた時にああいつの間にか老人だなあと思うことはありますが頭蓋骨の中から見る世界は20代のあなた30代のあなた40代のあなたが見る世界と何にも変わりはしないんですよ 多少ね、白くふやけてきたのはこれ白内障だろうと言われてますけどもね、まあ、それはあるけども、比較的用意しようもありませんしね、慣れですからね、何も感じませんよ。それはあります。あと脳みその活動もね、それは鈍ってくる。しかし、私はそうじゃない。一つの英語の単語を覚えようと思って覚えられないときは、二つ三つくっつけて同時に覚えようとするんですよ。そして、踏んばって、踏んばって生きてるんですよ。そういうまあ生き方もあるんですよね。はい。ですから、それをね、 はあ、孫いじりと、尿、ね、いじりと孫の世話、こんなことで、ね、済ませてたまるかってんだよね。まあ私はそういうふうに考えています。まあそれはね、ですからまあ世の中にはそうでない受、受動的な方も多いわけですからね。 多いですよそれは私、えー、もったいないと思うぐらい、まあ、時間がね時間がもったいないと思うぐらい、まあ、そういう言い方をなさっている方もいらっしゃいますからね、そういう人を否定してはいけませんし、そういう人はそういう人の世界でね、まあ、満足して、まあ、安のたる生活をなさっておられれば、それはそれで素晴らしいことだと私は思います、まあ、そういう方はそういう方なんですけどもね。はい まあ今日はですね、能動的な人生、何もね、私だけが、まあ、私たちの世代だけが能動的に生きる、受動的に生きるということではなくてですね、若い人だってやっぱり能動的に生きる生き方をなさっている方もいらっしゃるし、受動的に生きる生き方をなさっている方もいらっしゃる、それはまあそれぞれなんですけども、まあ、私は今日はですね、能動的人生ということについて考えてみました。まあ、アクティブ、アクティブライフ。 あ日のことは分かりませんよ、明日は、ね、ひょっとしたらまあ、ね、何かの病気になってね、はいあのまあ、本当にそれはあるんですよ、あの事故、病気、ね、災難、今、ね、まさに日本中、世界中が災難に襲われてますけども、災難もいつも何度起きるか分かりませんしね、だ,だからこそ余計に、まあ、なんて言いますかね、今日食べられる寿司寿司やね、刺身ですね、そういえばね、私のお寿司をね、あの この 1, 年間1回、だけですね。1回あの一度、はい、行っただけでね、で最近、もうワイフとこの話をしてるんですよ、僕ね、もう寿司の味忘れちゃったよって言ってね、ワイフがね、そうね、刺身食べたいわねって言うもんですからね、そうだな、一回軽く火にあぶって食べばいいのかななんてね、まあ、最近あの、はいあの、スーパーなんかで、ね、巻き寿司は買ってきて食べるんですけどもね、軽くね、コンロの上で焼いてね。 焼き寿司だなんてね、軽く焼いて食べるようにしています。はい。まあ、要するに刺身ですよ。人生の刺身っていうのは本当に少ないですね。今日一日の中でも少ない。1週間の中でも少ない。1ヶ月の中でも少ない。1年の中ではもっと少ない。まあ、明日のこと、明日のこと分かりませんから、明日になったらそのね、刺身が消えてなくなることもあるわけですよね。ですから、そうならないように、後でね、しまったー止まらないように、そこですよね、結局はね。 あとあとね、縛った、無駄にした、もったいないことした、と思わないように、今を生きていくってことに行き着くのではないでしょうか。まあ、ある方はね、あなたは脅迫関連の塊みたいだなんておっしゃった方も実はいらっしゃるんですよ、コメントの中でね。まあ、しかし、その脅迫関連とは違うんですよということをですね、はっきりと今日反論しておきたいと思いました。それがちょっとね、今日のの、はい今日の動画を作る、まあ、基本的な 動機になったわけですけどもね。ということで、今日のビデオであり終わります。まあ、一つのね、あくまでも私は私の生き方、あなたはあなたの生き方、それぞれ正しいわけですから、一つのまあ参考的な意見として聞いていただければ嬉しいです。結構です。その心がですね、こうした動画作りの中にも反映されているということをですね、どこかで感じ取っていただければ、さらにさらに嬉しいです。まあ、今日もね、一日始まったばかりですから、有意義に楽しくね、 そして、今日一日終わったときに、頑張ったぞというような充実感,充実感のある一日にしたいと考えています。頑張ります。では、今日はこれで失礼します。さようなら。バイ。